人の動きが活発となる大型連休も今日で最終日。来る解散総選挙に向けて立候補予定者は地元を回って汗を流しています。新潟4区では現職の衆議院議員の三つどもえが予想されています。それぞれの連休中の動きを追いました。長岡市旧山越村の牛の角突きの初場所、1トン近くの牛同士が真剣勝負でぶつかり合います。いや、熱い戦いをしてくれるんじゃないですかね。はい、期待してます。だいぶ見てますからね。闘牛場を訪れたのは立憲民主党の米山隆一衆議院議員です。相手に負けたくない、その思いは人も同じ。任期満了まで1年半を切り、衆議院はいつ解散してもおかしくありません。大型連休中に行われた衆議院の3つの補欠選挙、自民党の裏金事件もあり、保守王国と言われた島根や東京など全てで立憲民主党が勝利しました。自民党のその不祥事、政治と金の問題というのはそれは大きいと思います。一度勝てるその政党であると思われると、その次もまた期待しようってなりますから、そういう意味では追い風になると思います。お父に付き合うともう落ち着いて見てらんないから。はい、すいません。この日は妻で作家の室井ゆずきさんも一緒。瞬く間に撮影会が始まりました。時には米山さんがカメラを持つことも。はい、チーズ。はい、ありがとうございます。はい、どうも。しかし笑顔も一転、同じく会場に姿を見せたのは自民党の鷲尾英一郎衆議院議員。どちらも次の選挙では4区からの立候補を予定していて、会話を交わすことはありませんでした。やっぱり世間の皆さんからすると、自民党の議員がみんなそうじゃないかと言われてしまうところもありますので、実際はそうではありませんけれども、そういう意味で信頼回復が必要だと。鷲尾さんは自民党の裏金について自身の潔白を表明しています。前回選挙は比例北陸信越ブロックで当選した鷲尾さん、4区は初めての選挙区となります。特に地元の、ね、地域の資源をしっかり盛り上げていこうっていう気持ちはありますけれど、今日の場で特に選挙を意識したことはないですけど。こう話しますが、お互いが傷つかないように引き分けにするルールがある山越の牛の角突きを見ると、山越の闘牛とかね、おじやもそうですけど、引き分けがあるのはいいなと思いますよね。我々選挙は引き分けがないんでね、はい、そこは心して当たらなきゃいけないなというふうに思います。一方、4区からはこの人も名乗りを上げています。ありがとうございます。お気をつけて。自民党の泉田裕彦衆議院議員です。この日、区割り変更に伴い新たなエリアとなった柏崎市に立ち、行き交う車一台一台に手を振っていました。前回の衆院選では小選挙区で敗れ、比例での復活当選となった泉田さん、次の選挙に向けて4区の支部長は鷲尾さんに決まっていますが、それでも地元での活動を続けています。自民党の裏金への関与についてはこれまでも明確に否定してきました。私、裏金と戦ってきた方だから、裏金っていうのはなくしてやっていかなければ、やっぱり国民の信頼って戻らないっていうことだと思います。岸田総理の自民党総裁の任期が今年9月に迫り、そこで行われる総裁選が解散総選挙のポイントだと泉田さんは考えています。
誰が総裁になるかによって変わってくるっていうことなんじゃないんでしょうか。総裁になってまずしっかり実績を見てもらうっていう人がいればですね、もうちょっとやっぱり1年ぐらい見てもらってっていうことになるでしょうし、岸田さんのまんまっていうことであれば一つのタイミングかもしれないし。衆議院選挙の火蓋はいつ切られるのか、それぞれが今後の政局を睨んでいます。まず一つはやっぱり信頼回復でありますし、でやっぱ地域の資源をどう生かすかという形でやらないと地域がやっぱ盛り上がっていきませんので、ね、それについてはぜひ、私にお任せいただきたいということは言ってもらってます。このままの自民党政治が続いてその日本も地域も持たないと思うので、それは政治を変えるべき時ですと、で真っ当な政治を実現していきましょう、国民の、ね、皆さんの生活を向上させるそんな政治を実現していくということを訴えていきたいと思います。お金で物事を変えていこうっていうのはやはり変えないといけない、国民全体が求めていることを着実にできる政治の体制っていうのを作っていかなければいけないと私は思います。来たる選挙に向け候補予定者は連休中も止まることなく準備を進めています。